ドーバース。さあネクロマンサーに遭遇していく。今日はね、伝説のねマルドゥークを採用した、おお、威勢がいいじゃないか。だが邪魔なカードは消えてもらうぜ。とりあえず鋼鉄と神の大地と、背徳の明珠、この2種類のカードを序盤に引きたいんよね。特に悪夢の始まりとかはもう先行最強のカードなんで、まあありがたく受け取っていくとするか。まあ2ターン目もまあ理想のムーブとしてはやっぱ荒野の案内人が一番欲しいカードであるけども、小坂氏だ。アンリミテッドのネクロって何を使ってくるよね。さあ、日がめし小森召喚。いいね。まずこのニコスのカードを出すことによって相手の2ターン目の動きを相殺させてね、できる限りダメージを受けないようにしていくと。さあ何を出すかな。白坂小梅って誰だよ。小坂氏だ。グレモリーか。面白い構築使ってくんね。さあ、ここは悪夢の始まる発動。いいね。鋼鉄と神の大地を引くことによって、まず一つ目の難問はクリアするって感じだね。で、荒野もまあ2枚引いてるんで、ゼロコスナテラも温存できそうやね。今から絶望のほど恐ろしいコンボのね、準備を着々と進めていくとするか。お前はその絶望のコンボにひれ伏すことになるんだ。さあ、見せてくれよ。まあ、まず背徳をでも引きたいね。まあ、ワンダーコックで次のターン引ければいいんやけどね。無駄なカードを出すな。お、ワンダーコックか。とりあえずワンダープラスナテラが濃厚かな、ここは。ナテラの退治召喚して、手札ハンドを8枚でキープしながら、ここで、命中引けた神はどう？小高しいだ。でも、顔行く意味はあんまないので、しっかりじゃあ盤面取っていこうか。まあ、とにかくね、7ターン目のこの鋼鉄よりも前に、明治は絶対出したいので、それをなんとし、おーミント小坂氏だ。おーうわおい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 、小坂氏こいつ。ネクロマンス27になったぞ。恐ろしいコンボ。あい、だからアンリミテッドやっぱこういう、おーこれはでかいね。もうお前も面白いコンボしてくるけども、俺も面白いコンボの布石が来たじゃないか。いいね。まあもちろん明珠召喚するか。これちょっと2点与えられなくて破壊できなかったらちょっと惜しかったけども。まあここしっかり進化使って盤面取ろうか。だからこっちも明珠来たやったらそれに対応するぞ。しかも荒野の急速に4点回復もあるからね。さあここはしっかり日がめしコウモリを出して、ナテラの退場をね、温存していこうか。いいね。これで1枚と。で、鋼鉄のね、やつも手札ハンド切れもないと考えて分かった上でターン終了ボタン押していくとね。あはっはっは小坂氏な。やばいやばいやばい。5ターン目にグレモリーとか初めて見たぞ。これ、マンリミテったらこういうさ、ロマン性があるのは面白いよね。だが、そこで召喚されたグレモリーも消えるという。のー痛いねー。ゴターメメールとか、まあ、チンパンジーより強いことしてくるんじゃないよ。だが、どちらにせよ、俺が勝つという運命は変わらないんだよ。じゃあもう、6点回復、しっかりね、回収して、デュアルエンジェルも回復度に使うぜ。めーん。機械と自然の調和をもたらす。これ、ナテラ、もう進化どうせいらないんで、もうナテラをね、回収して、鋼鉄と神の大地の布石に考える方が強そうやね。もうこれも使っちゃって。バーミリオンバイト。そのためにあるんです。そして、次のターンにね、鋼鉄を使いたいと。で、ここはしっかりね、吸収していくとするか。まあ、この辺もいらないので、まあ、一応これは残しとくか。この辺でじゃあ吸収しておいて、2枚だけ吸収しとくか。おらー。さあ、ここでナテラの退治がゼロコス2枚通れないけど、冥府はめんどくさいな、これ。冥府が一番めんどくさいな、てか。ノーなーゴーおえ、え、え、な、あ、え、なんであ、こーおいおい、ちょっと待って、26、3、え、え、26、え、ほわ、ちょ、さあ、マスター、グラマスのネクロに遭遇していく。ネクロはアンリミ何使うんやろうね。さあ、マルドゥク引いていく。とりあえずね、悪夢は、まあ、どんなデッキもそうないけど、やっぱ持っといて損はないカードであると。まあ、とりあえず、命中をね、7ターン目までには出したいと。
で、この名獣が出せるか出せないかっていうのポイントなんやけど、それよりもね、まあ一番やりたいのはやっぱマルドゥークっていうカードを4コスにすることっていうのが、まあ私のね、やりたいことなんで、それを実現するまでは終われないというね、世界観に縛られているわけだ。だからまあ強いデッキというものはすぐ成功すると思うんで、ここら辺で私は決着をつけてあげるぜ。まずは、ひがめしこもり召喚。いいね。で、ワンダーコックと悪夢があるから、多分名獣とかね、鋼鉄は簡単に引けるんよ。で、アンリミテッドはでも、まあ異端な構築がすごい多いと思ってて、まあいろんなこう、幅がね、大阪市だ。でもそういう悠長な行動してくるのありがたいね。ああ、だからマルディクス引くな、お前。マルディクスは一番いらないんだって。鋼鉄避けたいカードやからね。とりあえず序盤はこのね、悪夢とかでもどんどんドローしまくってやっていくしかないね。小賢しいな。オーボのムクロもローテーションでよく見るカードやね。さあ、悪夢の始まり発動。ああ、いいね。ここで私のパーツ一つ目揃ったね。この鋼鉄と大地の神をね、拾ってるっていうのがやっぱいいからね。あとはもうドローしまくって、名獣をね、グレモリー。懐かしいカード出してくんな。グレモリーってことは何のデッキや。てか、ローテーションと違って、こう、何のデッキかなって、こう、創作しながら戦っていくっていうのが、まあ、アンリミテッドの、まあ、一つの醍醐味ではあるよね。これ何のデッキを使ってるんや。グレモリーってことは、でも結構エグいな。やっぱアンリミテッドは動きがかなり手堅いよね。まあ、どちらにせよね、お前が負けるという世界は決まったものなんだよ。どんなデッキを使ってこようが俺には勝てない。それは決まった世界なんだ。とりあえず、デュアルエンジェルは3枚か、一応処理は使えるのか。まあ、デュアルエンジェル2枚でも良さそうな気はするよね。で、機械系のカードも一応持っときたいってのあるんやけど、さあ、しっかりここじゃあ処理して、まあ、デュアル2枚でマウントを取るか。機械と自然の調和をもたらす。で、これ一応機械をね、加えといて、恐怖しろ。バーミリオンスプライト。いいね。そして、デュアルエンジェル効果でしっかり処理していくと。で、とりあえずあいつ引きたいんで、ここはナテラを回す形にしようか。さあ引け。鋼鉄か。でも鋼鉄いいね。鋼鉄来てくれるだけで、もう自然と機械は確定やから、この辺で使えそうやね。おいおい。もうだからそのさ、お前、そのミントのネクロマンスの異常なコンボするのやめてくれよ。いい、小賢しいな、こいつ。そのさ、チートまがいの行動をするな。引け。あー、マルデックスか。マルデックスは引きたいカードではないよね。とりあえず、まあでもどちらにせよね、鋼鉄でゼロコスにすればいいから、焦る必要性はないよね。だからここでやるべきことっていうのは、とりあえず、ゼロコスのナテラを温存しときたいっていうのもあるんで、この辺は使いたいね。さあ、しっかり使っていきながら、デュアルエンジェルも一応処理は2点与えるのか。でも挽回はできないから、ここはコウモリを召喚しようかな、じゃあ。コウモリ召喚。いいね。まあ、コウモリ2枚召喚もありやな、ワンちゃん。コウモリ2枚召喚しとくか。そして盤面しっかり処理しといて、で、鋼鉄と神の大地にある程度のカードを温存しといて、まあ、ナテラも1枚、あ、この辺にしとくか。これで温存しといて、世界を見せてあげるぜ。ただ、マルドゥークがな、2枚来てるっていうのと、それから進化権1個残しとかないと、背徳には使えないからね。あなたの頑張り、やられちゃった。小賢しいことをするん、なるる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 おいおいおい、おかしいことすんな。これ強くないか、このコンボ。13、なんかさっきデス、このね、デスタイラ2枚出てきたんやけど、お前、またそれ同じコンボすんなよ、お前。しかも、ネクロマウス、こう6以上回復するカードがあったら、このデスタイラ2枚なんか簡単に出せるからな。6ターンでこれキルすんの強くないか、相手のこれ。だからリーサルまでは持ってこれないからね。ただデスタイラントはほんま強いな。まあスタンダード機からいるカードやけども、やっぱ13点殴れるっていうのはやっぱ強いよね。だから悩んでるということはリーサルがないということであると。そして私の勝利は、小賢しいな、こいつ。おお、はようだよ。小賢しいこと。まあ、冥府来るよりはでもマシかな、ここは。13点のダメージは痛いけども。まあ、でも、デュアルエンジェルとか言うからね。ギルドを使ってドロソしていく。こいつ、小賢しいことしてくんな、さっきから。さあ、どう来るか。だ、これな、まあ、痛いね。
おい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 、やばいだろそのコンボよ。おおおおおブラッドコアはでかいな。だから鋼鉄で使いたかったっていうのはあれ。てかな、正直13取らないでも負けないんだよなこれ。だからどちらにせよ鋼鉄を使うしかないなこれ。鋼鉄の効果によってもうゼロコス1枚だけ残していくしかないな。やるべき時は来た、このカードを温存するしかないぜ。で鋼鉄を使って、こいつに当てると。でここでまあ進化のねブラッドコアプラス背徳来てくれればでかいんやけどな。のほほほほ、もう1枚目の鋼鉄か。だから進化圏はな正直何やったっけ、明珠に取っとかなあかんと。ただこれが2枚来たのはでかいぞ。これ2枚使うでしょ。はーい、気があるはーい、気があるわ。だから進化を使うことはできないけども13残すことの方がやばいんだよなこれ。ただ背徳が使えないイコール私の負けが確定するような気がするんやけども、こいつを処理する手立てを。だからマルドゥクスで行くしかないなもうこれ。マルドゥクス、だから進化を使えないぞこれ。でも13は取らないと負けやもんな。使うしかないよな。なんでこんなところで進化権を使わないといけないんだ。しかも進化付与のカードはブラッドコア1枚やから、そのカードを引くしか私には手立てがなさそうやね。背中のコブは天使の翼。多分これも多分一掃するよな。なんかもうこんなかしいことすんなお前。ははやばいな、このデスモーリのデッキやばすぎだろう。